World 9 Gaming aims to provide the highest quality video gaming service to events in the Midwest and beyond.どうもありがとうございます。次のタイトルなんですが、解説の方がいらっしゃるということなので、そちらの方をお呼びして解説をお願いしたいと思います。Not sure if it's been said yet, but the Pikmin 3 sequel has been met at $5,000, so thank you all so much for that. $20 from Wolf Lounge 76.Love watching GDQ in the spring and summer, even if that means I'm not working quite as hard as I should be. But it's for a good cause, right? Right? Love watching the older games get run since I grew up with the NES and SNES. Keep up the good work and let's get hype! All right, everyone, give a round of applause for Dracodan and Sparkster right up here. Thank you guys very much. Yeah, like I said, this is Sparkster. どうもこんにちは。解説させていただき、はい。ちょっともう始まっちゃいましたけどねすいません、ちょっと準備の方が、じゃあもういきなり始まっちゃいますけども、あ、さあスタートですね。ちょっといろいろ説明しようとしてたんですけども、まあいきなり、まあ最初はステージ1ですね。序盤はザコしかいないので、まあ、飛んでいきます。で、まあ、飛空艇の中にお姫様がいますね。まあ、いろいろ事情があって飛空艇に乗って脱出してるんですけども、敵に襲われてしまったので、まあ、敵がこう襲ってきますね。これと倒していきますね。このゲームは展開がめちゃくちゃ早いので、ちょっといきなり始まっちゃうと解説が追いつかないんですけども、まあ、序盤はとりあえず一本道なので、どんどん敵を倒して進んでいきます。で、このゲームの特徴的なアクションとして、ロケットアタックというものがありまして、基本攻撃は剣攻撃なんですけども、その剣ボタンを長押しすると、上にこうゲージがありますね。このゲージ、ロケットゲージというんですけども、これが溜まって、これが溜まりきったところで方向キーをしながらボタンを離すと、その方向に超高速で移動するという、ね、その間無敵で、まあ、このアクションをね、基本的にはメインで使っていきます。で、こうやってまあ、これがステージのボスですね。目の部分が弱点です。まあ、ロケットアタックは攻撃力が倍ぐらいあるのかな。それなので、これは開けていけば倒せますね。これでもステージ1クリア。今回のレギュレーション、ノーマルなんですけども、ステージ全部で8あります。で、8面のラスボスを倒すとクリア。これですね、この後ロケットナイトアドベンチャーズというゲームがありますけども、これ、続編ですね、スパークスターというのは。はい。で、まあ、ステージ2ですね。まあ、この辺はぶら下がりのアクションがメインの、ステージですね。ここにはまあね、即射トラップがいくつがありまして、まあ、それをうまく、時々ローラーみたいなのが見えるんですけども、あれに挟まれると死にますね、即死ですね。
はい。で、まあ、ここで、まあ、中ボスですね。基本、中ボスとボスの組み合わせで出てきます。まあ、ロケットアタックをね、こう、叩き込めば、あっという間に、まあ、倒せますね。で、まあ、道中には、宝石みたいなのがいっぱいありますけれども、まあ、これは、スーパーマリオのコインですね。100個集めると、ワンナップです。で、まあ、僕の、ステージのボス、真ん中が弱点なので、横に立って、通常攻撃を当ててきますね。こいつは、まあ、ロケットアタックしようとすると、腕が邪魔なので、この方が早いですね。このゲームで続編が、メガドラファンとスーファミ版と2つありまして、まあ、タイトル一緒なんですけども、中身が全然違いますね。おっと。さて、ステージ3です。ステージ3、高速ステージとなっておりますね。ステージ名、スタンピードと言います。スタンピードというのは、この、まあ、鳥ですね。申し訳ないです。ちょっと別のところで何かが。で、この面、高速ステージで、このスタンピードというのはですね、前方向に、リプルレーザーを打つことができますね。ただ、後ろとかね、上の方は、完全にお留守なので、そこはまあ、この主人公が直接攻撃するんですけども、何もしませんね。攻撃しません。これ、まあ、なんでかというと、こいつを攻撃すると、まあ、次々と雑魚が追加で出てくるんですけども、その中に、まあ、兵士がぶら下がっていて、銃を撃ってくるという、まあ、厄介なやつが出てくるので、まあ、それを出さないためにね、ひたすら避けまくっているんだと思います。で、ここで一回、まあ、乗り継ぎがあって、中ボスですね。まあ、中ボスは、まあ、上に乗ってるやつが爆弾を投げてくるんですけど、まあ、懐が完全に、まあ、ガラ空きなので、ここもロケットアタックを打ち込んでいきますね。まあ、あっという間に倒せます。で、まあ、派手に爆発をして、こいつは逃げていくわけなんですけども。ここからまあスタンピードの乗り継ぎが、どんどん行われますね。乗り継ぐ場合、真下にロケットアタックをして少しでもまあスピードを稼ぎます。途中にあるトゲトゲはね、まあ、最速でいけば当たりません。まあ、というかこのゲーム早いんですよ。で、ここで、橋が崩れます。まあ、これは前にいれば、おっと、前にいれば大丈夫なんですけども、まあ、普通にあれ落ちますからね。で、まあ、しばらく雑魚敵が出てきますんで、倒しつつ進みましょう。ある程度行くとボスですね。まあ、早いんですけどね、これ演出なので、操作的にはあんまり関係ないですね。さあ、芋虫みたいなのが出ましたね。第2形態まであります。まず1段階目は、ちょっとこの、あ、もっと倒しちゃったか。で、第2形態は、もう直接攻撃してる。あ、死んだけども、相打ちで、セーフです。ここは死んでも大丈夫です、ね。敵を倒せば問題ありません。はい。さあ、ステージ4ですね。敵の戦艦です。ここの、まあ、ボスを倒して、シャッターを開けて進みます。まあ、ここは中ボスらしい中ボスはいないんですけどもね。このメトロイドにあるゲートみたいなやつは、紫色のレーザーを撃ってくるんですけども、まあ、ゴリ押しで、どんどん進みましょう。
でここ敵が寝てるんですけどもね、ゆっくりしてると起きてきて攻撃してきますんで、どんどんスルーで、ここで自転車こいでるやつは関係ないですね。でこっから、ちょっと初見殺しの罠がありまして、ここはあの高速で水が後ろから迫ってきます。追いつかれると即死ですが、まあロケットアタックでね、ひたすら進んでいけば水を見ることなく通過できますね。そして戦艦の前方へ。でここでボス戦です。まず小さい砲台を全部倒していきましょう。後ろ3つ、前に1つありますね。こいつを倒すと、まあ、第2形態、まあ、腕を伸ばして攻撃してきますけども、まあ、これもまあロケットアタックを打ち込んでいけば問題ありません。はい、まあ、基本ゴリ押しですね。普通にプレイするとかなり難しいんですけども、はい、ステージ5ですね。ステージ5ピラミッド面です。ピラミッドはあのちょっと、仕掛けを動かすとピラミッドの迷路自体が、ダイナミックにこう動くんですけども、ルートを知ってれば問題ありません。入り口の仕掛けを2回動かすだけですね。で、中ボスです、すぐに。この、ルートがわからないとかなり迷いますけども、右上のゲージはね、あのロケットゲージといって、このロケットアタックという超高速で吹っ飛ぶ、アクションをするためのゲージですね。あれが溜まった状態でボタンを離すと、方向キーをしている方向に吹っ飛んでいきますね。これですね。今の部分、ここからはあの細かい仕掛けがあるんですけども、まあ、説明が追いつかないですね、本当に。口で説明するのはちょっと難しい、この辺とかもあるので、まあ、適当にスルーして、で、ボスです。ヘビですね。あまりボスの名前ははっきりしないんですけども、攻撃を当てると分裂します。分裂する前に倒しちゃうかな。ひたすら、あ、倒しちゃいましたね。分裂して、バラバラになると厄介なんですけども。はい。I was pretty lucky to get a zero dig fight there. I did take it a little conservatively with my damage management, but I just didn't want to take a death because that's horrible. ステージ6ですね。ここはいきなり中ボス戦ですね。ピアノの上で戦います。ピアノこれ実際音になりますね。この、面はね、楽器が、モチーフとなっております。いっぱい出てきますけど。で、ここでちょっと分岐がありましてね、太鼓の方はここ弾んじゃうんですよね、ポンポン。なので、ローリングというアクションを使って移動してるんですけども、ちょっとこれ説明が難しいんですね。ここはルートがあるので上を行きますね。下に行くとちょっと腹の立つ罠がありますんで、すみません。で、まあ、この後ろにあるね、ガキみたいなやつは敵が出てきたり、吸い込まれたり吐き出したり、いろいろ場所によって、性質が違うんですけども、吸い込まれるところはね、ちょっと気をつけないといけません。戻される場合があるので。で、まあ、正解のルートを通って、こう、どんどん進んでいきますね。ボスですね。このボスについて、あの最初、序盤すぐ説明できなかったんですけど、アクセルギアという、まあ、敵こいつのライバルみたいなもんなんですけども、こいつは、まあ、正面に立つと炎を出してきて、結構大変なんですけども、倒しました。
倒しましたが、姫様をさらって、お姫様をさらって、空高く逃げてしまいました。で、これから、追いかけるんですが、怪しい大砲が出てきましたけども、まあ大体入りますよね。でこのおっさんは一体誰なんでしょうね。Hellish to try and perform. Even casually, people complained a lot about how this boss is way too difficult. It's a robot mech duel in space, again against Axel Gear, and most of the fights just go the way of you die very quickly. He just beats you to death. You have no idea what you're doing, and people really get walled by this fight. I did some serious digging around in the game, like even with a ram viewer. ステージ7ですね。ステージ7いきなりシューティングにありました。シューティングなんですけども、メインウェポンは基本地上と一緒ですね。剣と、まあ、そこから出る剣ビームがメインなんですけども、あとサブウェポンとしてサイドバルカンという、まあ、2方向に出るね弾があるんですけども、まあ、そういうのをまあ駆使して進んでいくんですけども、左上から微動だにしませんね。実はですね、左上アンチとなっております。ここにいればダメージを受けません。まあ最後までずっとというわけではないんですけども、途中中ボスが出てくるんですが、その手前ぐらいまでですね。ここはまともに、戦おうとすると結構きついですね。あの敵が乗ってるミサイルはこう追尾してきますんでね、こっち真正面に、あと小さい砲台が結構厄介ですね。ただどこを狙ってるのか全くこの位置には撃ってきません。まあ、この間にちょっとざっとストーリーでも解説しますからね。あ、ストーリー、ストーリー、あ、ここですね、この4連のところで一旦避けないといけません。で、ここで中ボスです。まあ、こいつは雑魚ですね。初見で、まあ、ノーダメでクリアで倒せるぐらい雑魚です。で、回復を落としますんで、まあ、ついでに拾っておきましょう。And getting a fairly clean fight, but we'll see. There is time for a couple of donations, if you don't mind. All right, we have $65 from Hypnotic Gale. Great event. Good luck. で、ここからはまあ淡々と進むだけなんですけども、まあこの後にボス戦があるんですけども、これは結構インパクトのあるボスですよ。初めて見ると。さて、さて何やら分離しましたけどもね。で、さっき倒したはずの、アクセルギアが出てきて、こいつと対決です。さて、ボス戦、殴り合いですね。ひたすら、はめてます、はめてます。相手ガードしてますけども、腕を倒す壊せますので、ひたすら殴りましょうね。結構こいつは、パターンを見つけないとなかなか壊しました。これだともうタコ殴りです。ひたすら。お、はい、問題ありませんね。はい。That fight looked really simple, but it really is not possible to overstate just how dangerous that fight is. I just happened to get quite a conservative pattern from him.
So this is the final stage coming up. さて、最終ステージですね。ステージ8です。このミサイルなんですけども、ここはちゃんとしゃがんで避けていきますね。ここは立ち上がったり武器を振ったりすると即死です。はい。後ろ側の炎にもね、ダメージがありますので、あまり急いで立ち上がると。で、通常だとまあロケットアタックでこうやって進んでいけば5個スルーしてその先へ進みますね。そしてここで、ちょっとしたボスが出てきて、登りながら戦っていますけども、まあ、これも倒してロケットアタック中は無敵なんで大丈夫です。はい。Take a lot of damage and the fight is quite extended. You need to take down a lot of different targets, please. All right. そして、この辺も、こうやってロケットアタックで少しでもでここで中ボスですね。なんかどっかで見たことがありますけども、これはあの周りを回ってるクリスタルの方が弱点です。こいつを潰していきますね。この今真ん中でやってるローリングとアクションね、これが結構、これあまりやりすぎるとちょっと目を回したりするんですけども、うまくやってますね。お、体力がかなり厳しい感じですけど、まあ一応回復はあります、ここに。ちなみに回復は、リンゴとバナナですね。リンゴがハート1つ、バナナがハート4個回復します。そしてここはひたすら登っていきますね。そして、ラスボスです。もう終わりです。ラスボスを倒した瞬間に終わりです。でミサイルがセットされて、お、射程が出ましたね。ミサイルを打ち込もうという。This is a good start. Yep. This can be a little scary. Oh, a lot of lightning. でまあこいつもまあダメージを受けながらもひたすら打ち込んでいけば。終わりですね。終わり、まだかな、終わりました。タイムです。あ、どうもありがとうございました。はい。でもまあノーマルの場合はこれで終了ですね。これ難易度ハードだとこの後にもう1ステージ追加されます。That is everything I could have asked for. Hold on. Before we cut away, I do want to give one quick donation. We have 19分11秒ですかね。予定が25分ってなってるんですけど、すごい早いペースで終わってしまいましたね。早いですね。この方の記録が18分57秒なので、かなり早いですね。まあ大きなミスもなかったようなんで、なかなか。でまあお姫様をまあ助けて、あ、思っちゃいましたね。まあ、引き続きこれ続編なんですか、はい、次のロケットナイトアドベンチャーズ